つい先日、ツイッターの CEO であるイーロン・マスクが、社名だけじゃなくてブランド名まで X に変えるっていう暴挙に出たじゃないですか。そのことが早速ミームになっていたので、いくつか見ていこうと思います。まずはこちら。RIP、青い鳥、2006年から2023年。もうほんとこのテンションだから立ちが悪い。俺たちの半生を共に歩んできてくれた青い鳥にもっと敬意を払ってもらいたいものだね。続いてはこちら。デートをしている男性が他の女性に目を奪われている定番のミームのテンプレート画像ですね。男性がイーロン、その男性とデートしている女性がツイッター、そして目を奪った女性が X と字幕がついてますね。フェチなんだろうね、X っていう文字が。そのうちテスラも X モーターズみたいなダッセー名前に変わるんじゃねえの？ I don't care if you change the name to X. I'm still calling it Twitter. 名前を X に変えたなんて知ったことか。俺は Twitter と呼び続けるよ。全くその通り。X って Twitter より短くなったはいいけど、言いにくいんだよな。Twitter のこともこれからは X's って呼ぶらしいけど、全然キャッチーじゃねえ。ただでさえ陰キャをこじらせすぎて、ろれつが回らないっていうのに、なんでこんな噛みそうな名前を使わなきゃいけないんだよ。I'm calling it Twix from now on, and no one can stop me. これからは Twix と呼ぶよ。誰にも止められるつもりもない。いや、文句言われるぞ、マース社に。さっきの人とは違って、途中から妥協してあげるんだ、優しいな、とは思うけど、この呼び方はやめた方がいいと思うぞ。続いてこちらは、イーロン・マスクがツイッターバードをペットショップに持ってきているようですね。It was alive when you bought it? 君が買った時は生きていたよ。ツイッターを良くするとか豪語してたけど、とどめを差し上がったもんな。CEO に就任してから直さなくていいところしか直してないもんな。こう言っちゃ悪いけど、やってることがまるで政治家なんだよな。You maniacs! 狂人どもめ。いずれこうなるんだろうな。今、氷漬けにされてる人たちいるじゃん。未来に技術が発展して、無事に解凍されて病気を治してもらえるだろうと思ってる人たちが。あれが本当になって、未来の世界で、なんだこの X っていうイカれたアプリはって探ってたら、なんと Twitter だったなんてことが起こるんだろうな。Come on, make money. おい、金作れよ。Twitter が無理だったんだから、X はもっと無理だろ。X はもっと無理だろう。なんでブランドを破壊して良くなると思ったんだ？三井生命が大樹生命になったのよりイカれた発想だぞ。続いてこちらはアメリカ連合国の旗を一緒に開けてこう言ってますね。Welcome to X。X へようこそ。そこまでひどくはならないだろう。イーロン・マスクが CEO になったら保守派の巣窟になるとか言われてたけど、大して変わってねえんだし、X になっても変わらんだろ。ああ、でも、X はアメリカ連合国みたいに数年で潰れるっていう伏線を張ってるんだったら、結構的確だろうな。続いてはこちら。本社のビルにプロジェクションマッピングされた X のロゴに CREMENT の文字を追加したものですね。つまり、Excrement、排泄物。このプラットフォームに投稿されてる内容はまさしくそれだったけど、プラットフォームの名前だけは不釣り合いにも可愛いものであり続けるんだろうなって思ってたら、ついに名前まで汚染されてしまったってわけだ。なんか悲しいな。最後はこちら。マーク・ザッカーバーグのパロディアカウントでしょうね。の投稿です。We're rebranding. リブランディングする。と言って、スレッズをツイッターにすることを宣言してますね。そういえば、メタ社も X に関する商標を持ってるんじゃなかったっけ？交換してもらえるんじゃない？そうすれば今劇的にユーザー数が減っているスレッズを生き返らすことができるかもよ。皆さんはこのニュースを受けてどうしますか？ツイッターのことを X と呼び始めますか？それとももう見限ってスレッズに移りますか？僕は多分スレッズには移らず、X のこともツイッターと呼び続けるでしょうね。ということで今回は以上です。僕は普段時事ネタのミームではなく、国旗のミームや地図のクソコラなどの動画を出してるので、よかったらそっちも見ていってください。それではまた。